シオレアズ。あれ、これ極真モリアルちゃん。これって極真モリアズ？極真モリアズ。極真モリアズ。これって極真モリアズ。極真モリアズ。さあ、極真ウォリアーズが始まるぞ。極真ウォリアーズ。麻酔団長の話。はい、皆さんこんにちは、麻酔です。稽古頑張ってますか？今回は皆さんが道場の稽古の最後に読み上げる道場訓について説明したいと思います。道場訓というのは皆さんが稽古を通じて身につけていかなければならない大切な事柄ばかりです。しっかりと意味を分かって稽古に励んで立派な人になるように頑張ってください。まず第1条、一つ、我々は心身を錬磨し括弧不罰の真偽を極めること。この意味について説明します。我々極真空手を稽古する人たちは心と体を鍛えて、そのことによってしっかりとした揺るぎない動揺しない気持ちで技を身につけていくということが大事ですという意味です。心身、これは心と体ですね。心身を錬磨する、錬磨するというのは鍛えて練り上げるという意味です。そして括弧不罰、しっかりとして揺るぎない、そういう意味ですね。括弧不罰、動揺しない、フラフラしない、そういう意味です。そういう心で技を極める、心の技、真偽、こういうそういった揺るぎないしっかりとした気持ちで、技を極めていくと、空手の技を技術を身につけていかなければならないという意味です。皆さんそれをしっかり、心に置いて頑張って稽古してください。おっす。中村誠師範と高橋翔太健吾兄弟が揃って港をランニングだ。気持ちよさそうだね。おっと、中村師範と翔太君の組手が始まるぞ。これはすごい組み合わせだ。組手の世界チャンピオンと型の全日本チャンピオンの戦いだ。それにしても中村師範はでっかいな。翔太君、負けるな、頑張れ。翔太君どうしたの？金敵入っちゃったんだ。大丈夫？痛そう。でもね、中村師範もわざとやったわけじゃないから許してあげてね。みんなも気をつけようね。しゃべれ！さあ、中村師範の指導が始まるぞ。今回の基本は正しい正拳の握り方、そして正拳の握りを早く上達させる練習方法、最後は型対局その1の指導もあるからね。とっても分かりやすくて勉強になるから、みんなも中村師範と一緒に練習しようね。うよ、お前の握りはこれちくわみたいに穴が開いてるで、ほら、これいい悪い、これで叩いたら手ボロボロになってまうで。石みたいに硬く握っとかな、ねえ、恋人は。それじゃなかなか黒帯取れへんな。何回セミナー出ても、何回受けても、ああ、握りっていうのは一番先になるな、入門して白帯の時になるな、一番先にな。簡単なようだけど、それぐらい茶帯になってもまだできん子がいるわけだ、わかる。ああ、握り10年言ってな、10年やってるけど極真空手まだできない子いるよ。
続きまして、正拳の握り方の説明をいたします。この正拳というのはですね、空手で最も使われる攻撃のですね、部分ですから、しっかりと簡単なようですけど、ね、数々のポイントがありますんで、正拳の握り方に必ず、身につけてください。正拳下突き、正拳中段突き、正拳顎打ち、まあ、いろんなね、攻撃の振り打ち、フックですね、またはアッパーね、顎を狙います。そういう意味でもたくさんね、空手の試合でも使えますんで、しっかり正拳の入れ方を覚えてください。まず指を開きですね、同時にやってくださいね。ちょっと指を開いて、小指からですね、ぐーっと爪が見えなくなるようにぐーっと小指、薬指、中指とずっと曲げて締めていきます。で最後に親指でこの中指まで親指の指紋が届くようにぐっと構えます。その時ですね、もちろんチェックポイントが数々あるんですけど、ただ握ればいいってことじゃなくて、まず特に小指と薬指の親指が爪が見えないように握ります。裏返してみて、正拳をこういうふうに爪が見えないように、そしてこういうふうに目の前で構えてみてて、ここの正拳とここのですね、関節ですね、これ第二関節ですか、ここのが垂直になっておくようにね、90度にこうピシッと、これが関節が飛び出てましたらね、硬いものを叩いた時、または相手にブロックされた時にね、突きを折れてしまいますんでね、そこがポイントです。はい、じゃあもう一回やってみましょう。小指からぐっと海苔巻きを巻くようにぐっと巻いていって、最後親指で締めますね。それで裏返してみて、小指、特に小指、薬指の爪が見えないように締めます。そしてね、熟練、空手を長年やってる人はここに握りだこってできます。そうですね、小指と薬指の爪などによってぐっとここの皮膚がですね、長年やってると硬くなるんです。これを握りだこと言います。ここにこれね、そういうふうにぐっとこうね、長年やってこう握りだこができるぐらい、ぐっと小指と親指、小指と薬指、そして最後に親指を意識してください。これが正拳です。ちょっとね、もうちょっとこう、そうそう、指痛めてんのかな、そうそう、でもうちょっと親指こう中指まで遠く入れようかね、そうそう、そうです、ね、ここの腕の延長線上にこの2本人差し指と中指の剣が来るように、ですからこれでは間違ってますね、これも間違ってますね、この腕の延長線上に、それで横から見た場合、腕の延長線上にこの手の甲が、正拳の甲が平行になっているように構えますですね。こうです。ですからこれでもいけないし、これでもいけないですね。必ず腕の延長線上と手の甲が一緒になっていることと、腕の延長線上にこの2本の指の正拳が来るように構えます。はい、いいですね。そうですね。はい、いいです。以上が正拳の握り方の説明でした。それではですね、特に初心者の方に、特にですね、分かりやすく説明すると、先ほどの正拳の説明ですね、それを補足する意味で、正拳をですね、しっかり、短期間でですね、正拳の握り方を把握するために、習得するためにですね、ちょっと練習方法ありますんで、まず先ほど言ったように正拳を作りですね、特に初心者はですね、この関節ね、指の関節が飛び出るんですね、ですからこれをですね、直すには相当やっぱりね、巻き藁もいいんですけど、やっぱり自宅なんかでね、ちょっと
自分の部屋とかでそのやる場合ですね、ちょっと固いものを用意していただいて、何でも結構です。あの電話本でも結構です、今日はもう板を用意してますけどね、これで特に先ほど説明しましたこの人差し指中指の正拳の部分をしっかり、意識してそこをつけるようにして拳太郎をやります。これをね、痛いからといって、最初初心者は痛いからね、どうしても皮膚がこの正拳の皮膚が薄いので、初心者はね鍛えてませんので、どうしてもやっぱりこう痛いからこっちの方にこうね、あの力があの小指薬の方に移動しちゃうんですね。これはもう少年もでも一般の方でも大きく見受けられます、初心者の方。そこをちょっと我慢してですね、痛さを慣れてきます。最初数多くやらなくて結構ですから、痛い場合はですね、必ず人差し指と中指の正拳をね、この剣を当てると、そういうことでやってください。必ずこうなったり、しまいには親指が外れたり、痛いからですね、親指をこうやってつっかえ棒にしてやる方がいますけどね、この間違ってます、正拳をつけるってことですね。それじゃあちょっと中村さんやってみますからね、肩幅に開いてくださいね。狭くても結構なんですけどね、肩幅の方が安定感がいいですから、開きすぎるとこれはもうごまかすことになります。全然剣の方に力入りませんのでね、肩幅ぐらいで結構です。まあ鍛錬してる方はこうね、片足でやるとか、足を閉じ、足をこうですね、でも結構です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあ高橋翔太君ちょっとごらん。1、2、3、4、これ小指つけてダメよ。5、6、7、8、9、10。そうです、はい、よくできました。君は100回ぐらいできるだろう、有段者やしね。はい、はい、じゃあちょっとね、初心者にも分かるように横から今度やってみようか。はい、まず構えたら、特にこれをですね、肩と腕がこう垂直になってください。これをこういうふうに斜めにしたり、ケツもこうやって斜めにしたり、逆に体重を前に持ってきたりするとバランス壊れますんでね、必ず垂直に。それで先ほど申したようにここを浮かしてください。小指と薬指の剣は浮かしてくださいね。で親指をそうそうしっかり締めて、はい、1、2、3、そうです、4、5、6、もっと下ろして7、正拳に体重を、全体重を持っていくつもりで、痛いけど我慢して7、8、9、10。はい、お見事。はい、立って。はい、以上が正拳の鍛え方、握りを早く習得する、ね、方法です。以上です。押す対決開始。続きまして、対局その1のですね、肩、この稽古に入っていくんですけど、必ず左の方向から動きます。対局1も対局2も対局3もピーヤン1も必ず左の方向から、なんでわしの顔見てそんな顔ってあれするの、間違ってる。当然ピンヤン2も左の方向から行います。ピンヤン3もそう、
ピンヤン4もそう、ピンヤン5もそう、わかりますか。だからもうね、あの左から始まるんだと。左の方に目線を決めて、そして足を決めて下段払いします。前屈立ち下段払い、エッチ、ごめんなさい失礼しました。対局その1、よい、エッチ2。今度はですね、左の方向にの相手を倒したら、今度は逆の方向の相手を倒しにかかるわけです。ですからそのまま前足を後ろ足を軸に、ね、こちらの相手に対して下段払い行うわけですね。そしてもちろん受けた後は必ず攻撃に転ずると、ね、そして今度は正面の相手に対して下段払いすると、こちらですね、こちら3人倒していくと、1人、2人、これ3人目で、3人目を倒すときに声を出すと、3、ここで3人目で、縦の3人目で気合ですね。当然今度は前足を軸にこちらの方にですね、下段払いで212。もうお分かりのように皆さんね、左右は、1回ずつしかつきません、中段追い突き、ね、縦の線が今度は後ろの正面に対してですね、追い込んでいくわけですね。だから前足を後ろ足を軸に対角線上になるようにこの位置まで持ってくるね。下段払い、四、五、六、あと七、八、九、十で終わりなんですけどね、あと4ポイントで、あの4つの動作で、先ほどの一、二、三、四、ね、型の始まった時のあの動作を繰り返せばいいだけですね。七、八、九、十、ここで動作のね、突き、の動作の全ては終わりましたけど、まだ全てが終わったわけではありません。ここで最後に倒した相手、ね、最後に倒した相手、それを確認しながら立ち上がって向かってこないか、用心しながら治ってください。それを残心と言います。残す心と書いてね、それを動作を慌てて、最後終わったからといって慌てて安心して治らないように、最後に倒した相手を見届けながら用心深く治ってください。治れ。対決の位置、あいちゃ、これ極真ウォリアーズじゃないの。おお、すごい、桜島の大爆発だ。この桜島のように燃える男、それが日本のエース木山仁先生だ。鹿児島で生まれ育った木山先生は極真会館鹿児島支部でずっと空手をやってきたんだよ。なんだなんだ、木山先生車を押してるぞ。すんごいパワーだね。
木山先生はこれまで一人ぼっちの練習が多かったんだ。寂しい時も辛くて苦しい時もチャンピオンになるために毎日一人で黙々と練習を続けてきたんだ。だから強くなったんだね。うん、よいしょ。木山先生の戦い方はまるで機関銃のようだね。息つく暇なく連続攻撃を繰り出すから弾丸ファイターとも呼ばれてるんだよ。さあ、全日本大会2連覇、世界ウェイト制大会2階級制覇の弾丸ファイター、木山先生の指導が始まるぞ。木山先生と一緒に楽しそうに走っているのは鹿児島支部谷山道場の少年部のみんなだよ。ランニングが終わったら道場に帰って空手の稽古が始まる。シェー、はい、手はね、自分の目の高さ、はい、いけるね。シェー、1、2、3、シェー、5、シェー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 。はい、じゃあね、移動稽古あります。おっす。おっ、やっぱ白帯は気合が入ってないな。ね、気合ってのね、大きな声で入れないと気合とは言わないんだよな。もうね、先生はね、何回もね、みんな教えてもらってると思うけど、気合っていうのは、せい、これ気合だっけ、簡単、違うな、違うな。じゃあ、気合っていうのはどうするのかな。じゃあ一人ね、気合入れてもらおうか。はい、ジン。はい、ジンはね、はい、前に来て、みんなにね、相手の、はい、みんなの方を見て、気合のね、見本を見せてくださいな。ジンか、大きな声でね、はい、気合入れます。気合入れたい。お、気合入ってたな。もう一回、気合入れたい。サイちょっと声が裏返ったな。はい、ありがとう、下がってな。ね、もう声が裏返ってしまうぐらいね、ね、大きな声出さないといけないよ、元気なく。せい、こんな気合じゃないからな。はい、前草地木段払い、よーい、おてん。サイ、お、そうだ。はい、じゃあ帯の横持って足だけ動かすよ。はい、エイチ。はい、しっかり後ろ足まっすぐ伸ばしてね。2。おー、腰落ちてる。ほら、南見て、あんな腰落としてるよ。はい、3、せい、1、2、3。相手が顔を狙って突き打ってきますね。ボンね、このまま立ってるとね、顔打たれちゃうから、相手が顔面ね、打ってきた時にしっかり上段受けで止めて突きを返しに行くな。こういった意味があるよ、ね、みんなね、こういう意味を考えながらね、やらないとな、練習にならないな。ただね、動かすだけじゃなくて、ね、相手が上段突き打ってきた、受けて返しに行く、ね、そういう気持ちでね、やってください。みんな分かった？はい、全員立って。はい、不動立ち。はい、全草地木段払い、よーい、こて。はい、逆ついて。はい、決まり。1、2、3。相手が蹴ってきたら、しっかりとね、手を上げて受けに行きます。相手が蹴ってきたのを受けたら、すぐ突きを返しに行く、ね、相手が蹴ってきたら突きを受けて、すぐ突きを返しに行きます。よくね、返すのが遅い人がいるからね。1、2、3、4。あ、蹴ら、打たないと。それじゃ遅すぎるな、ね。相手はね、蹴ってきたら1で返す、ね、相手が蹴ってきたら1で返す、ね、できるだけ早く返しなさい。ガード上げてね、ガード落とさないようにな。広いところで蹴るぞ。広いところでしょうな。しっかりガードしながらな。やるな、やるな。
いいか、言ったら、言うと、ね、手が少しでも下がるとバチンとこう、しっかり上げろな。いい子なんだ。回転蹴ってきたガード上げる。しっかり上げて、ほら危ないぞ。はい、やめよし、やめるぞ。蹴りが低いね、ほら。よし、頑張れ、ほら、広ぐ。我慢よし、いいぞ。しっかり待ってください。ちょっと待ってください。はい、やめよくね、こうやって1、2って飛ぶ人いるけど、あ、できるだけ1回で飛んでいくな。4、はい、ラスト10秒。5、4、3、2、1、はい、やりたい。南国鹿児島の極真キッズはとっても明るくて元気があったね。みんなも鹿児島の友達に負けないように頑張ろう。あいちゃ、極真ウォリアーズ系。皆さんこんにちは、木山仁志です。今日のトレーニングを紹介します。今日はヒンズースクワットです。はい、それでは、まずこの足の幅を肩幅というか、または肩幅よりも少し広いぐらいにですね、構えてもらって、そのまま膝を曲げて腰を落としていきます。はい、じゃあ腰を落としてみて、はい、この時この膝の高さとお尻の高さが一緒になるぐらい曲げます。じゃあもう一回立って、じゃあ今度は横を向きます。じゃあもう一回、はい、膝曲げて、はい、この時膝とお尻の高さが一緒になるぐらい曲げていきます。でこの時に背筋が曲がらないように背筋はしっかり伸ばした状態でやっていきます。はい、立って、はい、まずは10回ぐらいから始めましょう。はい、1、2、3、4、5。はい、そしてこの膝を曲げて腰を下ろすときに、できればこの手の振りを利用してリズムよくですね、やるようにしてください。はい、もう一回、1、2、3、4、5。はい、このように手の振りと一回一回リズムを整えながら、ヒンズースクワットをやっていきます。押す、よいしょ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 。続いてワンポイントアドバイス。はい、皆さんこんにちは、木山仁志です。今回の組手ワンポイントアドバイスをします。はい、じゃあみんなこっち見て、はい、じゃあみんな一回座ろうかな。はい、座って、はい、じゃあまず相手と試合で向かい合った時ね、まず相手に向かって正拳の中段突きを打ち込みますね。相手は中段突きを打ち込んだ時に必ず反応するよね。この相手が中段突きを受けた瞬間ね、このガードが落ちたところを上段回しを蹴りに行きますね。相手の突きを、相手に突きをまっすぐ打ち込む。ガードが下がった瞬間に上段回しを蹴り込んでいきます。はい、じゃあみんな全員立って、はい、じゃあお互いに向かって、はい、お互いにオスお願いします。オスお願いします。はい、じゃあ右側の人からね、先にやろうか。はい、構えて、はい、始め、ね、右のね、最初からワンツーじゃなくていいよ。右をいきなりポンと振って、右な、優勢は右突く、右を、そうそう、で右の突きをパンとついて上段な。今見ていたら、ね、みんなまだ手だけが動いて、ね、足がね、棒立ちのままだね。足は必ずね、
腰を落として曲げて突きに行く、ね、こうやって腰を落として突いてね、相手のガード、そして腰が沈んだ瞬間にね、蹴りを蹴りに行く、ね、そうしないと入らない、ね、これは棒立ちのまま突くと相手はね、腰が下がらないままただガードをするだけだ、こっから蹴っても相手は必ず受けてしまうよね。だから必ず腰をスーッと落としていく、腰をスーッと落とせば相手も体がスーッとね落ちていくから、ね、それに合わせて上段回しを蹴りに行きます。構えが逆だろ、構えに反対にして、そうそう、右をついて右を蹴る、ね、そうそうそう、多いな今、それでいいよ、そう、右をついたらすぐ右を蹴るね、そうそう、はい、やめー、これが動きがね、1、2で蹴りが来るからな、じゃなくてこれを1と同時に蹴りが出てくる、わかるかな、ね、相手に対して突きを1で打ったら蹴りも1で同時に出てくる、ね、1で突きを打ったら1で同時に蹴りが出てくる、ね、感じで蹴りに行きます。始め、そうそう、できるだけね1で蹴る、ね、同時にスパッと、おお、両体いいぞ、そうで、突きがさ、もっとグッて突き刺さないと、ね、止まってる突きが、ね、グッと突き伸ばして、それと同時に蹴る、おお、いいよいいよ、そうそうそう、おお、はい、やめー、どうしても蹴るよね、蹴りを出すときに腰を沈めるもんだから足がなかなか上がっていかないね。やっぱりね、こうやって足を高く上げるためには柔軟運動ね、こういった股割りがね、やっぱりちゃんとできないといけない、あ、この状態で体が前にペタッとつくようにね、みんなこういうね練習もしっかりしてください、それと、あとはね、今ねこうやって柔軟運動をしっかりして体が柔らかくなれば、腰を落とした状態からでも足はしっかり上がってくると思うからね。で、もう一つは、まあ、体は柔らかいわけだからね、あとは足を高く上げるね、努力をしないといけないね、努力をね、みんなねこう頑張ってるかもしれないけど、肩や背中で足が止まってしまう、これじゃダメだね。しっかりと自分でね、足を膝をできるだけ高く抱え込んで、そこから足を伸ばしてくるね、この膝がね高く上がらないと蹴りっていうのはね高く上がらないからね、必ず膝を高く上げるようにして上段回し蹴りに行きます。はい、しっかりね腰を落として構えだよ、構えからな、しっかりよし、ユーマは高くね足を上げるようにね、高く足を上げるように努力するんです、こう、そうそうそう、そう、蹴りながらな、しっかり構えをしっかりして、構えをしっかりして、そう、蹴りながらやるぞ、はい、やめー、はい、不動立ち、正面ライン、はい、じゃあ以上です、皆さんも道場でしっかり練習をしてみてください。だからダメだって昨日も言ったでしょ、空手なんか絶対ダメ、こんなのやバンチンがするものよ、ダメダメ。覚えてるでしょ、健太のお父さんがボクシングやってたの、酔っ払うとすぐお母さん殴ったり、お店のお客さんに暴力振るったりして大変だったんだから。お父さんとお母さんそれが原因で別れたの知ってるでしょ。ボクシングと空手は違うもん。嘘、同じよ。空手はね、殴るだけじゃなくて蹴ったりするのよ。お母さんだってそれぐらい知ってるんだから。ああいうのはね、喧嘩と同じなの。ねえ、サッカーボール買ってあげたでしょ。サッカーやんなさい。かっこいいわよ。女の子にモテるし。空手の方がいい。サッカーがいいならさ、野球にしなさいよ。プロになったら儲かるわよ。さあ、お母さん海外旅行に連れてって。
ライト。ちょっと健太、待ちなさい。いいよ。ちょっとお昼ご飯ちゃんと食べなさいよ。いらないよ、おばば。いつからあんな生意気な口聞くようになったんだろう。ママも行こう、いっぱい。そう、うん、お言葉に甘えていただいちゃおうかしら。どうぞどうぞ。いただきます。じゃあ、乾杯。あ、おいしい。もう一杯行こう。梅さん、何かあったの？今日はえらくご機嫌じゃない。いや、息子がね、いや、長男坊が黒帯取ったんだよ。黒帯って柔道かなんかやってんの？うん、空手、極真空手やってんの。空手か。喧嘩空手、邪道空手、ぶち壊しの空手、一撃必殺の極真だよ。はい。ねえ、大丈夫？そんなの習わせて。うん、本当は違うの。真の武道空手なんだよ。礼節だって厳しいし、正義の空手なんだよ。本当？あ、ママ、空手バカ時代の大山抹殺って知ってる？知らねえだろうな、これ。いや、俺子供の頃さ、憧れててさ、でも俺はできなかった。分かったし。いや、その代わり今子供たちがやってら、これがさ、強えんだよ。まあ俺はダメ親父でも、うちの子供たちは偉いよ。ん、こんばんは。
お嬢さんじゃない？おう、さやか。うん、噂をすればだな。お父さん、お母さんが早く帰ってこいだって。もういいからいいから。さやか、ちょっとこっち来い。もう。お父さん迎えに来たの？はい。ん？さやか、もういいから、ほら、ここに座って一杯飲め。うん、一杯飲めってねえ、うん、じゃあジュース飲む？ジュース？ねえママ。ん？さやかもすげえんだよ。いや、こないださ、同級生ぐらいの男の子が10人ぐらいの悪ガキどもにいじめられてたんだってさ。4人だよ。うん、その悪ガキどもをさやかが空手でやっつけて、その男の子を助けたんだってさ。すげえだろ。へえ。しかし情けねえよな、最近のガキは。もういじめる方もいじめる方だけど、いや、俺のガキの頃なんかは5人ようが10人ようが一人で立ち向かっていったもんだぜ。それに助けてもらった当の本人はこう、って泣くばかりで、もうさやかにありがとうの一言も言えねえんだってさ。情けねえよな。もう俺、親の顔が見てみてよ。もうお父さん、もうやめてよ。飲みなさい。本当情けない男の子ね。でもさやかちゃん偉いわね。いいえ。あーだっか。すみません、いつも父が迷惑をかけて。そんなことないのよ。すみません。さやかちゃん本当しっかりしてるわね。ごめんなさい。いや、もうお父さん、ちゃんと歩いてよ。悪い悪い。ああ、お父さんも極真やろうかな。
ラにやられたの？大丈夫？怪我しなかった？あ、血が出てる。仕方ないよ、拳の握り方しか教えてないんだから。ちゃんと聖剣好きも教えるからね。うん、あいつら絶対許せない。2003年4月12日と13日、東京の代々木第二体育館で第9回全日本青少年空手道選手権大会が開催された。会場には全国からおよそ700人の極真キッズが集結した。自分という存在をこの世に生んでくれた親というものに感謝し、奉公しなさい。また先生に感謝し、奉公しなさい。先輩を敬い、後輩を可愛がる、優しさを持ちなさい。そして友達を大切にしなさい。先生、僕たち先進一同はプロ空手道通信のっとり先生のほど戦うことを誓います。2003年4月13日選手代表寺崎です。オー、さあ、組手試合が始まった。でもこんなにたくさんいると誰が誰だか分かんないよね。さあ、ここでルミルミ姉さんの登場だよ。皆さんこんにちは、ルミルミ姉さんです。お姉さんは今第9回全日本青少年空手道選手権大会が開催される東京の代々木第二体育館にやってきています。今回は全国からたくさんの少年少女ウォーリアーズが集まっていっています。それでは早速リポートに行ってまいります。おー、やってるやってる、みんな練習頑張ってるな。あれ、このお父さんミット持って頑張ってるぞ。お、すごい、お母さん組手の練習相手をしているよ。あ、こっちのお母さんミットの持ち方イケてる、かっこいい。目標は全国大会でできれば3位かトロフィーをもらいたいです。どう、今回勝てそう？まだわかんないけど勝ちたいです。練習でやったことは試合で出せた？どういう部分を出せた？突きとか蹴り、パンチ効かせることできた。どこの支部から来られましたか？宮崎支部から来ました。今、何年生ですか？3年生です。今のお気持ちは？優勝できると思っています。すごく体が柔らかいね。いつも練習してるの？柔軟いつもしとる。今どう、試合勝ってる？何回戦で負けちゃった？何回目で負けちゃったの？1回目負けちゃった。上段入れられちゃった。入れられちゃったんだ。じゃあちょっと試合の様子を覗いてみよう。中村師範、自分のところの同情生を応援してんのかな。女の子だけどパワーあるね。おっと、技ありが入ったぞ。大人顔負けの試合だね。迫力ある。
橋翔太くん、弟の健吾くんが戦ってるんだね。よし、健吾くん頑張れ。あ、健吾くん残念、判定で負けちゃった。勝負の世界は厳しいね。でもさ、勝った人も負けた人も一生懸命やったんだから、次の試合に向けてまた頑張ろうよ。さあ、これから各学年の決勝戦のハイライトシーンが始まるよ。おめでとうございます。かっこよかったね。今の気持ち、もう 今の気持ち言えますか？自信があって、お兄ちゃんと練習 してたから自信があります。練習でやったことは全て出し切ることはできましたか？上段をやりました。1回上段前蹴りを2本で合わせて1本でしたよね。やっぱり家で練習したりとかもするの？しました。お父さんとかお母さんが教えてくれる？はい。今の気持ちを一言で。2連覇して嬉しいです。そうですね。そういうプレッシャーとかってなかったですか？ありました。絶対勝たなきゃっていう気持ちで頑張れたのかな。おっす。今回全日本チャンピオンですが、またこれからの目標っていうのもありますか？これからの全日本もどんどん優勝してって、他の試合でも優勝して、はい、頑張ってくださいね。毎日どれぐらい練習するの？2時間ぐらいです。また家とかでも練習するのかな？よし、します。ゼッケン340番、乾健斗。
これからの目標っていうのは、これからも練習を頑張ってこの全日本選手権を連覇したいです。そうですね、また頑張ってください。今日はおめでとうございました。ありがとうございます。ゼッケン439番前島美奈子。試合には出せましたか？どういった部分が出せたとかってありますか？左蹴りと前蹴りです。今回も全日本のチャンピオンということですが、またこれからの目標というのがありましたらお願いします。全国大会優勝したいです。なんな入賞した選手が勢ぞろいしたぞ。みんな凛々しくてかっこいいね。でもここまで来るために1年間一生懸命稽古したんだよね。チャンピオンになるのは本当に大変だけど、みんな諦めちゃダメだよ。そう、千山先生だって何回も試合で負けて悔しい思いをしてきたんだよ。でも人よりいっぱい練習してチャンピオンになったんだ。みんなも千山先生のようなチャンピオン目指してこれからも頑張ろう。